はい、こんにちは、なっちでございます。いやー、ラストですね。火が折ったんで、こっち使いたいと思います。リーダースキルが面白くて、攻撃タイプの攻撃と回復力 1.5 倍。ここまではまだ降臨キャラ。ただ、火属性の攻撃力が3倍と。自分の副属性に木も何もないくせに、火属性が上がるんですよね。なので、パーティーはもちろんこうなります。負けるはずがない。行ってみたいと思います。ただフレンドにね、アグニがいないんですよね。どっちにしてもね。アルテミスで行ってみようか。これで行ってみたいと思います。アグニ君に関してはさ、びっくりした。なんで履いてないのと思った。履いてないっていうか、この、つけてないのと思った。いや、同じ気持ちになった人いません今。こいついつもなんかガッチガチの鎧つけてますやん。なんでつけてないのって一瞬ね思っちゃったね。セルケットなんて、だってこの降臨来るの何回目、 2,3 回とかですよ。本当に2回行ってればいい方。てか僕セルケット持ってんのかな。いや持ってるは持ってるんだろうけど、進化とかしてんのかな。まあドラゴンゾンビだから関係ねえか。はい、まあここは問題ない。だからこのダンジョンに関しては僕は知識が少ないんで、こいつが何をしてきてとか全然わかんないんですよね。あのスフィンクスくんですらなんであんなに強くないのかがわからない。でなんでヤンキーがいるのかもわからない。目覚め消してくるしね。相当生意気だよねあいつ。なんで砂漠にね、ヤンキーがいるんですかね。今回背景が、ジュエルの塔みたいになってますけど、ね、ジュエルの塔覚えてます皆さん。ジュエルの塔でさ、めっちゃ一生懸命さ、ダブミスうめえとか言いながらさ、プラス集めてたのにさ、今なんてガチャ2回回したら297ですからね。プラスって何だったんですかっていう。なんか新しいやり込み要素がそうなってくると欲しくなってきますよね。まあそれが潜在覚醒だったりするんでしょうけど、もうちょっとこうさ、根気よくできるやつ。潜在キラーとかに関しては今完全にこう力だけなんで、誰でも集めれて、こうプラスみたいな要素が、個人的には欲しかったりするかなとか思っちゃったり、盾張ってくる。まあこれは多分倒せるでしょう。こうしてこうしてこうしてこう。お疲れちゃん、バイバイ。こいつ結構めんどくさいよね。まあ木の方もめんどくさいけど、龍剣士ってなんか敵に回すとめんどくさいイメージです。一方こいつは先制攻撃だけしてくたばるのであった。5回。そういや今回暗黒騎士がいませんでしたね。ね、なんか最近あいつを使ってたイメージがあったんですけど、今回のわらしべには登場せずということで、こいつが意外とめんどくさかったりするんだよな、猫ちゃんがな。すでに行動が怖い。ボルスーンにいるさ、あの水のやつにしろさ、めんどくさいよね。めんどくさいっていうかなんか、猫だからまあ、まあこいつね、どうせ猫竜のボスだからちょっと強くしといてもいいやろみたいな。それがこう道中に入ってきて事故を引き起こすんですよね。忘れてた。こんなやつおったな。上行くまずに行きたいと思います。ちょっと厳しいかこいつ。ただ、アグニが回復力上げてるんで、意外とね、バランスがいいわけですよ、このパーティー。アルテミスが HP 上げて、アグニが回復力上げて、ねえ。あら。おい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 、そういうことしちゃいけないだろ。待て待て待て。オリエンタルストンプ溜まっとるわ。あれやばいからね、スキルの効果。毒ドロップお邪魔に変化だよ。やばくない？最高すぎるよね。
や本当に継承してやってねみたいな感じのスキルになっております。 OK 楽勝か。あと一旦悔しい。あと一旦え、なんか怖いんだけど、まあ、毒とか作ってこようがね、スターウェイクするんで、じゃあ、水は消されたくないからこんな感じにしといて、消えた。スコーピオン。この人もなんか行動ループだった気がしますね。オリエンタルストンプで毒が変わるんでしたよね。まあ、いいや、どうせ結局変わりないから使ってやって、こうして、倒します。非常に多いですね。じゃあこれは、待って、多分いつもの分割じゃこれ多分やばいんだよな、やばいんだよな。あ、いけるわ。よし、レッツゴー。見てくれてありがとう、みんな。コリンチャレンジ一応次回がラストなんだけど、なんとか、今日のね15時から撮影始めて17時に終わることができました。そうですね、まあ夜分ガンドがやっぱり暑かったね。じゃあ次回からはね、あ、それはまあ次回内容薄いと思うんでそこで話すことにしましょう。以上、ナッチでございました。バイバイ。